それは横に電池を置いてですね、上からこういうバーで押し潰したという状況であります。でそうしますと、これ、フル充電してありまして、普通なら爆発をするっていうのが一般的なケースに近いわけですけど、大体これ非常に早回しをしている。99度ぐらい、99.3 度まで上がって温度が下がり始めたということで、まあ、外見上は何も起こらないという状況が出ております。ある意味では非常に驚異的な状況である。内部は基本的には短絡しておりますので、内部に蓄えられたエネルギーは、熱に変わってしまいます。その結果としましては、一般的には、発電、発火等の可能性がかなり高いという。これは逆に今、横に置きまして、横からこうバーを突き刺しまして、また内部の強制的に短絡を通っているという状況です。これも早送りということで40倍で回しますが、